金は用意できたか？ごめんなさい、用意できなくて。今日が返済期日だが。すみません、もうちょっと待ってもらえませんか？待つわけねえだろ。本当は1週間前までやったはずだ。それで1週間延ばしてまだ返せないっていうのか？あの、もう2週間で貸してもらえませんか？何抜かしてんだこれ。すみません。もういい、お前はうちの店で働いてもらう。え、うちの店？うちが持ってる店だよ。ちょっと待ってください。必ずお金は用意しますから。それだけは。ダメだ、お前は用意できねえ。うちの店で働いてもらう。そんなポロポロになるまで働かせるんでしょ？そんなのやめてください。いいから来い、うちで働いてもらう。やめてください。いいから来い。いいから来い。やめてください。ここが今日からお前に働いてもらううちの店だ。カフェ？え、うちの店ってカフェ？しかもおしゃれな？え、こういう時って店商売とかさせるんじゃないん？私カフェで働かされる？どういうこと？お前には今日から8時から17時、休憩1時間で働いてもらう。普通な？普通の勤務シフトな？もっとボロボロになるまで働かされるんじゃないん？普通にいい店な？休憩中はまかないを食べろ。いらっしゃいませ。何名様ですか？一人です。お一人様、奥のテーブル席へどうぞ。丁寧な、この人接客丁寧な。オーナー、こちらの方は？おう、今日から入った新人の佐藤さんだ。仕事教えてやってくれ。あ、そうなんですね、わかりました。佐藤さん、今日からだろうね。あ、はい、よろしくお願いします。なんでうちの店入ってきたの？あ、いや、ちょっと、その、借金でしょ。え、まあ言いづらいわよね。でも大丈夫よ、私も借金が返せずにここに入ったから。え、そうなんですか？私のような借金返せず入った人がもう一人いたんだ。もう一人じゃないわ、ここは3分の2が借金を返せず入った人よ。え、そんなに？ちなみにここは1日働いたら手取り3500ベリカもらえるわ。3500ベリカ？何ですかそれは。ここで使えるお金の単位よ。1ベリカは 0.1円。1ベリカ 0.1円？ じゃあ1日働いて350円。ええ、そうよ。賃金は一応1日働いたら3万5000ベリカになるんだけど、そこから借金の返済に2万ベリカ支払われて、さらにあなたは寮に入るから寮の費用や食費で1万1500ベリカ差し引かれるのよ。地下労働施設や。めっちゃ地下労働施設や。最悪や。油断した。おしゃれなカフェやからって油断したら、普通に実態は地下労働施設や。ほんで私寮にいられる？絶対地下や。絶対地下の奥底にあるや。もしビールを飲みたかったら言ってね。ビールは1本5000ベリカだから。地下労働施設や。そら、借金で働かされるような人間が集まったら、いくらおしゃれなカフェでも地下労働施設になるやん。あと、夜な夜なギャンブルが開催されてるの。それに参加して一気に借金を返すこともできるわよ。地